舞台はまだ東京が江戸と呼ばれていた頃の根津の清水谷。若い浪人萩原新三郎と旗本の一人娘おつゆは互いに強く惹かれ合う。ところがおつゆの死で突然の終わりを告げる二人の仲。折しもお盆の夜、新三郎の家のそばをおつゆと女中が通りすがる。おつゆが死んだのは嘘だと知った新三郎はおつゆとの仲を深めていくが、あの有名な怪談話ボタン道楼を石野龍蔵の変幻自在な一人語りでお楽しみください。2023年10月3日から9日まで、東京は大塚のカフェココデティーにて。詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。